まさか。来たか。マザー、私に考えが。あの子たちは私のすべてです。私が壊れてもあの子たちを守らなくては。みんな逃げて。なあ、無茶だとは思うけど、今回はポップにかけてみないか。私はイメージする、悪しき者を噛み砕く強大な牙を。ポップを離せ。ポップ、無事だったか？うん、マザーがまた直してくれた。パンク、ありがとう。君が言い出さなかったら、僕たちはあのまま。いいよ。で、この部屋は何なんだ？人間が生み出したものが保存されてある。人間が？そう、かつての文明の遺産さ。私はこの星で君たちに会ってからずっと考えていたんだ。あまりにも君たちは人類に似すぎている。そこで思い出した。遥か昔、人類は生命発祥の星から宇宙へと旅立ったことを。ここがその星、地球だとすれば全てが符合する。ルクスは何らかの方法でこの母なる星を見つけ出し、新たに生命を生み直そうとしたのだろう。でも、どうしてこのミュージアムの場所を？マザーがルクスの隠された記録のセキュリティを解除してくれたんだ。ルクスは君たちにあえてルクス叙事詩以外の記憶を残さなかった。彼は君たちに人類とは異なる進化の可能性を期待していたのかもしれない。ただここだけは彼の秘密のアーカイブとして残されていたんだ。すごい、すごいよ。おお、これ狼に似てるな。お前がスリープしてる時に見たって言ってたやつか。しかも頭が3つもあるぜ。ポップ、これなんかどうだ？ポップ、なんて書いてあるんだろうな。わかんない。でもかっこいいな。いいね、こいつ使えばとにかく気持ちよくあいつらをぶっ壊せそうだな。なんだか物騒な感じがするよ。当たり前だろ、それくらいじゃねえと勝てねえよ。皮膚も頑丈、空も飛べる、火も吐ける。これは理想的な完全生物だ。火を吐くなんて素敵、ロマンチックだな。ああ、今すぐにでもクリエイトしたいよ。あら、このいびつな形素敵ね。なんだ、最高にかっこいいじゃねえか。これだ、これこれ、リリー、これだ。あんたと趣味が合うなんて最低ね。俺これ好き。ラファ、人類は音楽という音の芸術を好む生物でね、さまざまなものがそこから出る音に魅了され、聞くためだけに集まったんだ。戦いには向いてない。これにするわ。夢？君が夢を見たのかい？うん、
れはやっぱり人間が見ていたビジョンだったんだ。じゃあトーマスも夢を見るんだね。残念ながら僕たちはもう夢を見なくなってしまった。どうして？それは攻撃が始まったんだ。ああ、ポップ、自由なイメージこそエイトの力を進化させる鍵だ。このミュージアムで見たものがきっと君たちの力となる。ポップ、行くぞ。うん、今行く。トーマス、戻ってきたら教えて、人間が夢を見なくなった理由を。ああ、みんな、行こう。パンク、ロードは完璧。いける？当たり前だろ。インフィナイト。エモ、分かってるよな。俺とお前が一番多く壊す。いいな？やるよ。やればいいんでしょ。パーティータイムだぜ。うわ、リリー、早くイメージを。あんたに言われなくてもやるわよ。騒がしさに磨きがかかったわね。さて、始めようかしら。マリ、ロードはできてるかい？いい感じだよ。やるよ。うん、行くよ。すごい、さすがコアだ。ドラ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 。あと少しだぜ。いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。どんどん壊しなさい。風を感じる。空を飛ぶって楽しいね。次は空を飛べるのにしようかしら。みんな頑張って、このまま行けば。さっさとやっちまおうぜ。うん、残り半分の半分ってとこかしら。ようやく空が綺麗になってきた。赤い空は嫌い、青い空が好き。最後の息を消し去るまでは油断しない。するたびにずっとバカみてえって思ってた。見たことも触れたこともないルクスみたいな昔話に出てくるだけのやつが俺たちにどんな意味があるんだろうって。でも信じるってすげえことなんだな。はしゃぎすぎよ。
俺様はまだまだ暴れられるぜ。まったく、ちょっとは静かにできないのかしら。よかったね、誰も大変なことにならなくて。マリン、それは違うよ。アルは壊れてる。マザーのところへ戻ろう。俺まだまだ叫び足りねえな。なあエモ。僕はもう憔悴しきっているよ。コア、それはもうダメ。マザーも治せないわ。あいつらは私たちの大事なものをめちゃくちゃにした。でも私たちにはエイトがある。ルクスがこの星で私たちを生み出してくれたように、私たちにもできることがあるはず。きっとトーマスがまた力になって